皆さん、こんにちは。連日世間を騒がせている宝塚歌劇団アリアキーさんの報道がなされて以降、華々しい世界の裏に隠された大きい闇の部分が露呈しています。いじめはないと断言した宝塚歌劇団ですが、この騒動を理由に複数の宝ジェンヌが対談を視野に入れているといいます。その数なんと20から30人規模、大量対談の可能性が考えられる宝塚歌劇団。今回はそんな宝塚の大量対談についてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。10月20日、宝塚歌劇団はホームである兵庫県宝塚大劇場での公演を11月23日まで中止することを発表し、宝ジェンヌいじめ自死事件の余波は一向に収まる気配がありません。10月7日の会見で小針次長は、内部調査の結果いじめはなかったと報告。宝塚歌劇団の清廉潔白なイメージを崩したくないのでしょう。このように前代未聞の事態に陥っている宝塚歌劇団、そしていじめ疑惑の加害者とされた劇団員たちも激震の最中にいるという現状です。10月20日、アリアキーさんが所属していた空組の宝塚大劇場での公演が11月5日までの全日程で中止することが発表されました。さらに11月10日に同劇場で開幕予定だった雪組の公演も、生徒の心身のコンディションを最優先に対応という歌劇団のコメントとともに11月23日までの中止が発表されています。宝ジェンヌたちにとってアリアさんの突然の死があまりに悲しく辛い現実だということなのでしょう。外部の弁護士や医師、カウンセラーなど第三者による調査チームが発足し、ヒアリングと同時に精神的なケアを行っているそうですが、調査には時間がかかる見込みだといいます。宝塚関係者によると、中止になった公演の内容はこの状況下で演じるにはあまりに酷なものだそうです。空組のパガドには登場人物の身投げやギロチンで処刑されるなどのショッキングな場面があり、また10月15日から3日間の公演が中止になった東京宝塚劇場での月組公演フリューゲル君がくれた翼にも、拳銃自殺を想起させる音響効果が用いられているそうです。劇団員たちがいつものように平常心で舞台に立つことは到底不可能で、今後予定されている公演の開催可否はもちろん、演出やシナリオの変更などが求められている状況なんだそうです。アリアさんは9月30日土曜日の早朝に自宅マンションから転落死しました。亡くなった日はアリアさんが出演する公演初日の翌朝のことでした。透き通るような歌声の娘役として人気を博したアリアさんは、明るくて面倒見がよく後輩からも慕われる存在だったそうです。そんな真面目で優しい彼女が一体なぜ25年という短い生涯を閉じることになってしまったのでしょうか。その背景には歌劇団内部にはびこる因習があると報じられ、現在も大きな騒動になっています。今年2月、週刊文春は空組所属の娘役天色峰里さんがヘアアイロンを押し当てて後輩の額を火傷させたなどとするいじめ疑惑を報じました。被害者の A さんと記されたのが今回亡くなったアリアさんでした。やけど騒動そのものは1年半以上前のことだったそうで、当初からアリアさんは大ごとにはしたくないと学校側に被害を訴え出ることさえしていなかったそうです。しかしこの記事が出たことでアリアさんが週刊誌にリークした犯人という疑いの目を向けられるようになり、さらに深刻に悩んでしまったといいます。10月7日、会見を開いた宝塚歌劇団の小葉健史理事長は、上級生から下級生に髪型のアドバイスはよくあることで、ヘアアイロンが誤って当たってしまったことはあると両方から聞いているとし、故意ではなかったとしていじめ疑惑を完全に否定したのです。しかし宝塚内部に脈々といじめ体質がくすぶっていたことは、小柳ルミ子さんやダンレイさんなどの宝塚 OG たちが過去に明かしています。その体質を増長させてきた原因の一つは、かつて存在した夜火事という
暗黙のルールだと考えられます。宝塚音楽学校は2年生の学校で、上級生を本科生、下級生を余科生と呼び、本科生が余科生に対して生活態度などを指導する伝統があります。その余科生に課されていたのが余科事というもの。本科生への返事ははい、いいえのみで、本科生の話を聞くときには眉間にシワを寄せて口角を下げた、余科顔をしなければいけない、派手な服を身につけることは禁止。音楽学校の寮内では生活音を出すことさえはばかられていたそうです。そしてルール違反した余科生が本科生に謝る際、他の余科生も違反を自己申告して一緒に謝る、連続謝りなど、その他余科事は多岐にわたりあるそうです。過去にもこの悪しき風習に耐えられず飛び降りの事件がありました。ぎっしりと規則正しい文字が書かれた黒曜のノート、日々謝罪文を書くことを強要し、例えば教室の電気を切る順番を間違えてしまいましたという文句を1ページ30行同じことを書かされ続けるなどの反省ノートを書かされていたそうです。この反省ノートの記入のために睡眠時間を削るのは当たり前だったといいます。確かにクオリティの高いステージを維持するためには音楽学校で徹底的に基礎を身につける必要があります。先輩から後輩へ時に厳しい指導があったのかもしれません。宝塚 OG によると、とにかくいい舞台を作らなければというプレッシャーとの戦いです。厳しい指導なんて芸事をやっていればどこにでもあることです。上級生や先生方が指導してくださるから私たちは宝塚でやっていけたのであって、それを厳しいと感じるかどうかはその人次第でしょうと語っています。それでもそのルールが原因で心身に不調をきたす生徒が出たことは事実です。さまざまな事象が絡まり合い、アリアさんの死という最悪の結果を招いたのでしょうか。このように現在休演が続いている空組内部では、複数の宝ジェンヌが対談を視野に事態の動向を見守っているといいます。その数は空組全体の半数近い20から30人規模と、大量対談までささやかれています。もしこのまま大量対談となれば公演を維持することは不可能と言えるでしょう。5つある組の宝ジェンヌたちを大幅に入れ替え移籍させるといったことも言われていますが、各組にはそれぞれのカラーがあり、一朝一夕で出来上がったものではなく、そんなことをすればそれこそ歌劇団そのものの崩壊を意味すると宝塚関係者は語っています。アリアさんの死が明らかになって以降、複数の現役宝ジェンヌからの告発が相次いでいます。ヘアアイロンを押し当てたとされる天色さんだけでなく、名前を挙げられたのは新たにトップスターに就任したばかりのセリカトアさんや、最年長として組長を担う松風明さんなど、空組内で人気が高い幹部ばかりでした。そういった人たちがアリアさんへのいじめに加担していたという内部情報が寄せられたそうです。今回のことで今年6月にトップスターに就任したばかりのセリカさんは、次の本公演をもってトップスターの座から降りるという話も出ているようです。その先には退団という選択肢もあると考えられます。さらに週刊文春報道でいじめ加害者とされた天色さんは、今年9月12月25日付での月組への組み替えが発表されています。歌劇団という閉ざされた世界で実際のところは何があったのかは定かではありませんが、いじめ加害者と疑惑を持たれた宝ジェンヌがまるで粛清されるように対談となる道筋が引かれているように思えてなりません。さながら大量粛清対談の様相。来年宝塚は110年の節目を迎えます。そんな節目の年に大量対談という恐ろしい事態になってしまいそうです。現在アリアさんが死去するに至った経緯について、第三者によるヒアリングが進められています。今まで隠されてきていたいじめについてがどんどん明るみに出てきた宝塚、今後の対応に注目が集まります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。